ありがとう大好きギフトありがとうございます大好きギフト星ありがとうございますこんばんはおつにじ <laughs> お、どうでした制服の目久しぶりのえ、マジ大丈夫インフルインフルだった やばいじゃんうちのいとこもそうだったえマジ気をつけてお大事に休憩して治りますようにお菓子ありがとうございますクッキーもお菓子ありがとうございます気をつけて気をつけてってもうなってるからあれなんだけど薬飲んで食べて寝よう 星ありがとうございます。お菓子もハートもありがとうございます。音符ありがとうございます。え、流行ってる。本当に危ない。え、なんで急にって感じじゃない。お菓子ロケットありがとうございます。ハート三つのやつも昨日楽しかった。脳でしたか。どうでしたか。感想。おしゃれありがとうございます。ハートもありがとうございます。 ありがとうございますロケットありがとうございますお菓子ありがとうございますえ、マジでマジかお菓子ありがとうございます 大好きありがとうギフトお菓子ありがとうございますたくさん星ありがとうございますサイリウムもあの紫ありがとうございますなんか曲がってないお菓子ありがとうございますいいよタコ気持ちだけありがとうございますお菓子ハートありがとうございますみんな大丈夫体調 お菓子ありがとうございますココミちゃん可愛い,いありがとうございますお菓子ありがとうございます <laughs> 生ココミ笑ってるけど本当に本当ですか昨日までで一番表情も良かった嬉しいなんか結構そういうのを見かけて X とか見てて昨日がめっちゃ良かったっていうのを聞いて嬉しかったです お菓子ありがとうございますプレゼント届きましたあの届いたんですよこれはもう1個使っちゃったんだけど1個使っちゃったんですよ今日早速ねだけどまだ1個まだ使ってないですでももう今日使ったのでありがとうございます早速使わせてもらいましたで手紙もありがとうございます たくさんありがとうございますと服もありがとうございますこれは絶対配信できますきますなんかうちが好きななんかなんていうのへそ出し系丈が短いやつだったので嬉しかったしかも青でありがとうございますサイリウムの青と一緒でありがとうございますとこれもは違う方か,からです ありがとうございます。マジマさんですマジマさんありがとうございますありがとうございますたくさん本当に嬉しかったですドキドキしながら見ました使えますありがとうございます本当にお菓子ありがとうございます。 る好きでえマジで喋ゃんないほうがいいってそれは喋ゃんないほうがいいよ前回より笑顔がたくさん見えてよかった嬉しいありがとうございます結婚してありがとうございますハートありがとうございますおつにじ 間近で見ておの可さえありがとうございます本当にえ嬉しいありがとうございますあこの前ねだよね余韻わかるよ余韻はわかるお次いじえ本当ですかモバメに打ち物背負って思っててあのー、ブログに お楽しみにですね触覚ね思ったくろみちゃんですよくろみちゃんくろみんですくろみでもこれうちも腰痛いから頑張ろう一緒に腰ありがとうございますお菓子いいねポンポンプリンありがとうございますくろみさんのあんずさんの好きなくろみさん えすごいポンポンプリンが人気だねハートありがとうございますお菓子もそうえ <laughs> すごいねありがとうございます、えー、ありがとうございます合格祝いありがとうございます嬉しい立ち目には青は緑がえー、なんかね あの立ち見の方見たら3人くらいいて並んでる感じでなんかびっくりして「ええええ,えって思って嬉しかったびっくりした「ありがとうございます」ってってくれた方「ありがとうお菓子」「にじにのール内容本当に濃い本当に?」書きたいことをねずらーって一気に思いついて書いちゃってるんだけど。 お手紙ぜひ見るのでねちゃんと撮ってありますこんばんは <laughs> わずかの金本当にさ下手すぎないどうしよう誰もありがとうございます青野お菓子ありがとうございます昨日初めて劇場でここに見たえありがとうどうだった 感想とか可愛いがってありがとうございますえ嬉しいスワンズさんとどんどん距離を縮めていこうたいなと思ってハートありがとうございますおつにいじハートありがとうございますいや、まあ、怖い人だね確かにでも本当にたくさん嬉しくて手紙はやっぱり感動します えそうサータンと自己紹介がかぶってなんかえ「サータン自己紹介何話す?」って聞いたらなんかココハとうちが「なんかうちの自己紹介聞いて」みたいな話しててなんかうちが「いいな」っていうのを出したら「え待って丸かぶり!」ってサータンとなってなんかサータンが「あのえ大丈夫かぶっちゃうけど」みたいな「でうちはいいよいいよ」って言ったの「でも自己紹介最初にするのサラだけど大丈夫?」みたいな。 ちゃんと心配もしてくれてたのででもうちは大丈夫だよって言ったのでさあ、ありがとうございますね、最善に2人もあ、3人4人4人ぐらい最前にいたかな青緑持ってる人がありがとうございます今日今回はめっちゃ多くてサイリウムが嬉しかったでもなんて言うんだろうあの 前か後ろにしかいないみたいな感じだった今回は上手のえっ上手ってこっち側だよね内から見てこっち側だよねステージから見てこっち側え分かったよ絶対にえこっちかなこっち上手ってこっちこっち内から見てどっち ありがとうえでも絶対にサイリウム持ってる人には絶対にレス送ってましたねめっちゃ頑張って見つけてなんか分かりやすいように分かりやすいように振ってくれてる方もいて見えるようにうちにでそこでやっとあの気づいちゃったかと気づくのが遅くなっちゃった方もいたんだけどでもめっちゃ送れましたレスは。 ありがとうキャンディあ悪まに絶対になれないねわかるよなんかちょっとさあれだよねやっぱり気持ちがさあれだよねちょっとありがとう虹ありがとうございますお菓子ありがとうございますだるまもねわずかなかねむずいねどうしよう わずかの金トレーニングしないとねバラありがとうございます <laughs> えこれでえカキ振り回してるのってまさかそうだったのカキのうちはみかんじゃないよって言ってる人かなえ今日前髪97ハッターありがとうございますミヤさんと話すとちょっと涙目になるからさいちょっと最近は涙目で抑えられるくらい です。ハートありがとうございます。お菓子も。え、本当にありがとうございます。最善とか、本当に。あの、紫紫紫。めっちゃ多くて。多かったですね。え <laughs>、こがみのおたわりね。覚えられるよね。わかるよ。わずかの金ね。ほしありがとうございます。え、昨日のむし面白かった。本当に。 あのアンジュさんと被ることが多くてあでもそん中そん中でも面白かったよねゆうねさんもいてさらに盛り上がりましたね昨日もありがとうございますロケットこんばんはえそう昨日昨日の公演が本当に青は緑が多かった日で。 嬉しかったです昨日の配信を見てからンちゃんえとルカさんが可愛すぎてうちがすごいブスに写ってるんですけど「<laughs> いいですね」の東海ラジオでアンさんと写真を撮れたので嬉しかったですハートありがとうございますお菓子ありがとうございますそうおつにいじ あありがとうございますこれ届まましたありがとうございすやっとじゃないでも結構ありがとうございます,いいます使いたいと思いますめっちゃ嬉しかったちょっとロッカーとかに貼ろうかなって思いますでコメント本当に読むの遅いねごめんだよね 左だよね分か,る分かっためっちゃ送ったと思う右の人にもめっちゃ送ったし左にいる人にもめっちゃ送ったし真ん中にいる人にもめっちゃ送ったし立ち見にいる人にもめっちゃ送ったし星しありがとうございますえっ見えたんだけど まさかのなんかさ多くてなんかうちは持ってくれてる人とか名前入りの人が多くてでもなんて言うんだろう名前となんて言うんだろう一致してない人が多かったんだけどショールームすると分かるから嬉しいありがとうございますたくさん星ありがとうございます星ありがとうございます結婚してありがとう リフトお菓子ありがとうございますサイルームありがとうございます青のハートありがとうございます青ありがとう4つ <laughs> ご家族がお皿洗いしてた今してたね夜ご飯食べた何食べたみんな夜ご飯ハートありがとうすごいよね カメラマンの人の本当にすごいと思うあの切り替えがありがとうおかしいいやー見つけますねもう「はい」ってやっぱ最善にってすぐ目に入るじゃんだからパッて目に入りましたねありがとうございます MC 本当にね MC は本当に結構悩み 多くて1期歳の先輩ともめっちゃ話してるし MC はだからね頑張ってます MC はえ <laughs> 全然全然全然引き気味じゃないよワンちゃんは何ですえな何でだろうなんか最初えめっちゃこの子かわいいなっていうところから入って。 でまあパフォーマンス見たりとかショールーム見たりしててもう気づいたらって感じだったお菓子ありがとうございます嬉しい世界一キャワありがとう <laughs> キャワがさキャワキャワが安定してるありがとうございますかわいいよありがとうございますねえでもね服の前に送ったのにねまあ、なんでだろうねこんばんはしゅけんさんこんばんは ありがとう、お菓子。ありがとうございます。キャンディもハートもありがとうございます。<laughs> え、そう、結構さ。なんか睨みつけるように、こうやって見てない。あの、踊り。ダンス踊ってる最中。なんか睨んでるように見える。ありがとう、お菓子。ロケットもありがとうございます。チロスってあれ。チロスってマックの。え、豚汁最高。豚汁とご飯は最高。 あったかいの食べよう体調悪いカレーいいねカレーカレーいいね <laughs>、うんご飯コ,コン誕ココンの生誕祭とうイドル当したよおめでとうココハの生誕祭感動しちゃうジンギスカンいいねいいね配信でも笑顔がたくさん見れましたよそうなんか今までで多分一番自分的にはできたかなって感じだけど どうだったかなビフシチューにねカレー多い豆腐豆腐だけ今日の夜ご飯はね憧れますね本当に見習っていかなきゃいけないしね MC とかでもね見習わなきゃって思うし甘口カレーいいなえ甘口カレーと豚汁ってすごい組み合わせだね お寿司いいなお寿司食べたいお刺身とかきフライめっちゃ豪華じゃないすごい夜ご飯は帰宅後何食べるんだろうカルビ定食いいねカルビいいねとり <laughs> あえず席当たると思うよ絶対次はここまで当たってない人うち見てないから絶対に当たるよだよね 経験積んでいきます本当に練習していろいろえ大丈夫風邪気味映らないように体調悪くならないようにありがとうキャンディね送ってよこの前回だよ二十二歳じゃなくてもなんかすごいさ楽しそうにさ見てたからさみんなのことをすごい今すごい楽しいんだろうなって思いながら見てた今 すごい楽しいんだろうなって思いながら送ってましたねレスをお菓子ありがとうございますハートもしゃべりは苦手なんですよねどっちかというとここ見ばかり切り替えるガチ楽しありがとうございます嬉しいキャバもうキャバの安定キャバといえばって感じありがとうお菓子めさみしい,いね結構 自分から言ってきたいなって思ってあとあのー、やっぱり DMM 見るとなんか何言ってんだろう自分ってところもあるしそれが本当にね嫌でほしいありがとうございますいや全然嬉しいですありがとうございます大事にしますありがとうございます 嬉しいどんな話したこコみンがかわいすぎた話って <laughs> えでもちゃんとキャワでね安定してるよハートありがとうございますだるまもお菓子もありがとうございますありがとう緑のだるまお菓子もありがとうございますえっそうだテロップ書いてないどうしようえっ見ましたありがとうございますあの ンのコメント短くなっっっちゃったっていう話ありがとうございますって思いながらめっちゃいいねもしたくなったけどちょっとありがとうございますってスマホに向かって言いましたありがとうございます本当に嬉しいですありがとうございますえそうなんか本当にココはも言ってたかな当たりが強くてココはにでなんかココはにねなんかそうちょっと何て言うの攻撃的な言葉を言っちゃうと <laughs> みたいな。 思春期だからしょうがないかみたいな,なんか反抗期だからしょうがないわみたいなこともいつもこコこコが言っててめっちゃ面白いですここみんこんばんは昨日の制服のめもちちあかってありがとうございますえでもやっぱ緊張しいよねまだいいねぶり大根絶対美味しいよありがとうキャンディ 見えるよ見見えますよ見ようって思えば見ます絶対に見えますし絶対気づきますよくなって、えー、そうなんかそれはもうやっぱり練習してるとその成果は出るし嬉しいですおつにじね制服の目に早く来てほしい初日入ったけど成長した、ま、成長っていう そこまでそんなすごい成長ってわけでもないけどやっぱ初日と比べるとあの変わってるなってところもあるから見てほしいなって思うお菓子ありがとうございますこの辺の MC のここ見ドキドキしてますよ本当に <laughs> やばい間違えたことを変なこと言わないようにしなきゃっていうので頭がいっぱいになったりしてますえありがとうちゃん持っていきますね見つけますありがとうございます お菓子ありがとうございます。ハートありがとうございます。うん、いいな。いいね。あん今年初。楽しんで、本当に。いいね、中華。昨日のお弁当は中華だったんですよ。なんかさ、ここにさ、なんかさ、痛いのがあって痛いんだよね。待って、コメント読むのめっちゃ遅くないありがとう キャンディー星もありがとうございますありがとうございますねなんかさ最前でスーツだったじゃんなんかさスーツのイメージしかなくてスーツといえばって感じです都 <laughs> こちゃんがユアニャにの配信行ったらここミんから本当になんかさ実はみゆちゃんにもさ話してるみたいな言ってたじゃん <laughs> 多分さ無意識にめっちゃ話してんだよね んんみんかこういうこ,こういうファンの方がいてこういうことうちにいてくれるんだよねとかこの人いつもツイートしてくれるポストしてくれるんだよねとか多分話してるんだよね無意識にみんなそんな感じで話してる星ありがとうございますたくさんお菓子ありがとうございます え楽しそうだみんな楽しそうな表情して多分本当にめっちゃ楽しいんだなって思うみんなのサイリウム振ってる姿を見てありがとうこんばんはフォローありがとうございますキャンディーありがとうございますお菓子えそうココハの方がもう全然上はね上なんだけど年齢がお菓子キャンうんうんアイスありがとうございますアイスクリームありがとうございます ナイスのギフトうち結構好き。<laughs> 今回聞いちゃいました。こんばんは。オンパありがとうございます。見に来て本当にロケットありがとうございます。当たりますように本当にみんなが早く見つけます。見つけます。ここにいるよって言ったら大体覚えてるので。 ありがとうえ、そうなのパルコの中で働いてんの嘘。めっちゃパルコ行ってた、うちすごいねこんばんは、お菓子ありがとうございますこんばんはお菓子ありがとうございますえ、予想以上に背か言ってめっちゃ言われるんだよね特に、あんずさんとかと並ぶと本当に、結構差があるから 見て欲しいなそこます万華鏡」は本んとに振り金、ね、その曲に合わせて踊るのがめっちゃ難しくてめっちゃ練習したみんなで話し合ったしこういう風にこういう雰囲気の曲だからこうやって踊った方がいいと思うとか多分ユニットはどの曲も多分みんなで話し合ってたと思う。 本当 <laughs> にここみんの子やばいねでもレナとかさココハとかさ一緒に配信してることがあったからさあの二人は絶対わかるよねありがとうかわいいギフト <laughs> えまマジで前髪の話も知ってたやばいじゃんありがとう結婚してハートありがとうございますこんばんは初見さん野沢の,の食べたい 食べたいんだよねでもピノキオグいいよねあの調子に乗ってるのでじゃあ他の人え多分みんなバレると思うありがとうサイリウムありがとうございますしょけんさん紫サイリウムありがとうございますイワニんン推しなんだよねでもニジニジに話してイワニン推しだよねなんかさイワニんンの かからは聞いいてるかもしれない話をねコメントが今全部星だったよねなんか豆腐のなんとか <laughs> なんとかが全部星でなんだろうって思っておはようありがとうございますなんか後半曲の後半になったらどんどんカメラに映ってて嬉しかったですいいね桜のかき氷 いいなえどういうい味え名刺渡私いいなありがとう来てくれてえ確かにあるじゃんねあのあの自分も結構最近知ったのねだからなんかびっくりもうすぐじゃんってことにありがとうカラフルだるまありがとうございます なんかさ万華鏡のあのユニットの割り振りはなんか決めたらしいんだよ先生が多分監督の方とかと一緒に決めたのかななんかその人の何が合うかっていうのを決めたらしいのでさまさかの万華鏡って感じだったの自分的にねなんか第六感かなとか思ってたらまさかの万華鏡でびっくりしたえそうあの「X」でも見たけどありがとうございます ポテンシャルの塊魂わからないありがとうございます嬉しかったですえそう万華鏡は本当にみんなでめっちゃ合わせたりしたから難しかった本当に今でも難しい踊ると無音で見てるはたあ,ありがとうございます早く体調が治るように本当に 祈ろう全部欲しいおもろいね <laughs>。ありがとうございます。ココミの今日の服はこれはパジャマです。<laughs> 結構話すよみんなファンの話。特にカキレナもんめっちゃ言ってくるよ。あココハも。サニーで話すことが多いからかな結構ね。話す。イワニャンとも話すし。お菓子ありがとうございます。 だるまありがとうございます。しょけんさん。すくさん紫,紫ありがとうございます。ね、ちょっと研究生の曲の披露もね。頑張ります。ハートありがとうございます。もう神とプライドいいよね。やってみたい。ハートありがとうございます。 狼やりほんとにオオカミやりたくてウエスト細いかなね、え本ほんとにって思うそれは特にき昨日はあの、始まる前にねあれお弁当をちょっと食べちゃったの3口ぐらいだからちょっとやばかったかも昨日は初めて制服飲みたけど良かったです嬉しいありがとうございます ね、ちょっとね他のポジションも挑戦してみたいね。え練習の時はえ、どうなんだろうなんか話し合いってなるとやっぱり11期生の先輩が「なんかここはもうちょっとこうした方がいいと思う」とかでも水1 2期も「あの、ここはこうした方がいいかなって思います」とかみんなちゃんと話すって感じかな。 <laughs> でパジャマも絶対着るよねパジャマは休みの日は一日パジャマのことが多いかわい,いありがとうございます染美今日さマジで歌下手なのうちぐらいなんじゃないかってぐらい一番下手ですありがとうお菓子イベント楽しみ本当にイベントが モチベです皆さんに会えるしね待ってます2列目近くないめっちゃさいい席当たるくない毎回え全然いってないよほんとにほんとにやろう一緒にやろう 披露する場がなくてもやろう験さん言うまでもありませんがこみんなで楽しんありがとうございますか,かれのとこの前話しれんだよねなも本当に話すいろいろファンの方の話をねイワニャンとやってみたいよね結構それはめっちゃ聞くイワニャンとあの狼とプライドをやってほしいっていうのをめっちゃ聞きます ありがとうキャンディお菓子めそう本当にめっちゃ意見出し合ったみんなでダンスの先生とも話し合ったけどもうスマホのメモのアプリあるじゃんあれがもうほとんど制服のメって感じお菓子ありがとうございますえ歌上手じゃないよ本当に本当に歌上手じゃないんですよメ、ね あの分かる手をつなぎなら公演も出てみたいいろんな公演出てみたいよね本当に頑張ります早く出れるようにめっちゃ頑張ってるから頑張ります次のね入ってほしいどんどんみんなに「カレンステーション本当にやばいようちがやったらやばい事故る」 やばいよえ髪の毛ボサボサじゃない今日ハートありがとうございますビーレスすごい見つけますね見つけますね嬉しい嬉しいありがとうございますそんな歌上手でもないんだけどね本当にハートありがとうございます お菓子、星、ありがとうございます。目、楽しみ。本当になんかさ、会うとさ、顔が覚えられるじゃん。顔とショールームのアバターのやつと顔が一致して、いいですね、やっぱり。え、前髪切ったよ <laughs> 前髪切ったよ、そういえば。前髪切った。おつにじじょけんさん。 ありがとう <laughs> い本当にこてて、ね、こんばんは受験さんばはさの前はゆあにゃんがスタバの新作を飲んだっていうのをメールしてきてでえどうだったって聞いたらなんかゆあは苦手な味だったみたいな言ってて「いやないから」みたいな「それは絶対に絶対美味しいから」って言ったら「いやでもゆあは苦手だった」っていうので2人でずっと言い合ってた。 えありがとうございます名刺渡し会楽しみ見て見て万華鏡のアーカイブうちの下手がめ歌がめっちゃ下手だけどファイトありがとうございますハートもお菓子ありがとうございますアンダーデーダどの子うん秘密で秘密でハートありがとうございます 頑張れありあがとうございます,ここみです<笑>,笑っちゃうくないうちがなんかここみですとか言ってたらここみは合わなくないあの歌にああいう雰囲気がうちに合わない気がするこんばんは前髪切りましたね昨日の朝始まる前にみじちゃんしっかり歌ってた本当にねちょっとカラオケで練習しないといけないこんばんは ですよねさすがですねそうだね心春ちゃんのサイリウム振ってるねでもわかるあの会ったことがあるので顔が覚えてます、ね、衣装かわいいよねカリハのステーションわかるおつにいじんしょけんさん前髪自分で切ってるよおしありがとうございますお菓子もマックのチョコパイ食べたおいしい 大好きです、あれありがとうだるま黄色のありがとう来てくれてありがとう来てくれてありがとうございますうちもね途中まで見てたの今の「愛を君に愛を僕に」の公演ユニットの途中まで見てましたユニット自己紹介ぐらいまで見てました 名古屋から一人でパルコえ遠いよねでも結構栄で降りてって感じなのかなジェラシーかっこいい大好きジェラシーあのジェラシーからのダウトがめっちゃ好きでありがとう猫ありがとうございますこんばんは初見さん こ身身長伸びてるちょっとずつえ、本当にねチョコパイマジ美おいしいよあ確かに今にはちょっとね好き嫌いが激しいよねパルコを栄えだよね多分ありがとう星カレンダー選手は身ですいいですね <laughs> あれかあれなんだあの東海ラジオなんかさ昨日さそう あの配信で「いいですね」って言ってるじゃんだから国こになんかなんかの時に「いいですね」みたいな言ったら「なんか東海ラジオの三つ吉さんじゃん」っていう話をした昨日ねなんかさいろんなところで私会とかイベントしたいあの場所いろんなところでイベント 名から歩きは遠くないえどうなんだろうわからないあんまりね長野県出身で名古屋に全然分かんなくてです、ずっと待ってたんですけど行ってみたいねでも「かぎれなの前髪ねかぎれなさなんかさ前髪切るのうまく切れないっていつも言ってくる。 今日もみがかわいいこごみ、こんばんは、え、本当に、境まで歩く。マジで。でも、その遠くないか。その遠くないか。こんばんは、初見さん。ダウト最高ですよね。ハタありがとうございます。え、アンコールの。もう、楽園の階段が。本当に。難しい。 ありがとうお菓子ありがとうございますなんかっこよく終わってからのあのダウトのこ,このイントロが最高に好きですえ全然ですよ杏さんの弟子なんて本当とに杏さんの弟子を目指して頑張りますありがとうございますお菓子 <laughs> みんないいですねあれハマるよね言い方がすごい やっほこんばんはおつにじいやココハの踊り方結構好きでこの前ココハがさあれやってたじゃん思い出以上私結構マジでかっこよくてココハが結構よ,よかったですよココハあれって言ってもうちが何回ココハにね何回もマジあれ最高だったマジでかっこよかったココハかっこいいし可愛か,かったしダンスうますぎたしって言ってもココハはみたいな <laughs>。 なんか何を言ってもなんかみたいな自信なさげだからみんなめっちゃ褒めて「思い出以上ココハの「ココハはみたいな感じなんだけどうちは本当にめっちゃ良かったって思ったからみんな良かったと思わないのココハの思い出以上思うよね こんばんはお菓子ありがとうございますロケの階段難しいよまさかなんかね可愛くないよねなんかさわずかのお金の最初が安定しないんだよねなんかさなんかさなんかわずかのお金せびりなわずかのお金せびりながらくらいからあなんか安定してくる本当にそのねわずかの金が全然安定しなくて 難しいどうしようレコーディングは本当にうまくいったんだけどねミヤビームとはどんな話をするのかミヤビームお弁当の話をしますよ食べ物の話を結構するなんかうちが今日朝まる食べてきたみたいに言うと「えいいなー」とか「おはよう」とか話すよ でも結構合うんだよねミアビームとなんか自主練する日がちょうどうまく一緒で合うよ何の練習するのとかこんばんは星ありがとうございます仲間のため杏さんと肩組めますハートありがとうございます猫が、ね、かっこよくない あれね手紙の最後でしょここのえっとなんだっけ「封筒に入れたのは僕のヒひとりの手さんの時にあのコ,コハの背にちょうど家が隠れてあれ絶対逆にした方がいいよねって思わない。こんばんばは <laughs> そうわずかの金セミナねもでもやっぱ思い出以上かっこいいよね1期生の 人さすがだなって思いながらリハーサルとか見てたお金を責めるのはやめましょうやめましょうえそうわずかがねなんかさわずかなのかわず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 か,分かんなくてここ見ています名前は今何時だろう あの56分になったら教えてくださいあテロップを書いてます今は。 消えちゃったあー書けないね書けないよなんでだろうありがとうお菓子スプラトゥーンいいね懐かしいタンタダンダダンハッタありがとうございますおはようは話してるに入りますよ アドさんと肩組むの緊張するけどこうやって横見たら可愛くてびっくりするお菓子ありがとうございます夕食してお風呂に入ってきましたお疲れ様です猫ありがとうございますお菓子ありがとうございますキャンディーありがとうございます二十四分ありがとうございます報告ねこれねなんかさこの前撮られたけど二虹枠がやばくなかった なんかそうやばかったよね。クシメでそう。ニジアグやばかったよね。やばかったよねニジアグのこのポケットにこうやって入れる時があるんだけどえ待、ま、って昨日鬼ありましたアンテナそういえば。うんうんうん。 ゴミです。<laughs> お。いいね。単身赴任。<laughs> ありがとう、ロケット。翼いいよね、頼りは翼だけだ。ハート、ありがとうございます。ハート。 え、わかるなんかさ分かるよ分かりますよ十二期生で最初に仲良くなったメンバーこっちゃんココハの3人だったかなホントにいやよしよしはされる側ですよどっちかというと鬼やったよ昨日アンテナ タン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 まさかの鬼でびっくりしたまさか自分が鬼をやるなんて思ってなくて劇場でうちはえめっちゃ目立ってるよわかりやすいああの立ち見でうちは持ってる方がいたんだけどココミンのでもやっぱうちは目立ちますねココミン走るのはね時給層の じゃない補欠だったよあれリレーのえいいよねわかるもっと追いかけって <laughs> なんかさやっぱ緊張して昨日はやっぱ初めての鬼でくしゃみでそうずっと くしゃみで袖でないときてない <laughs> あっち向いてほいはあのー、くるみさんとするんですようちが勝ちましたジャンプしてますカッターって <laughs> 見直しだ鬼だったんですよ昨日実は。 めちゃくしゃくそう <laughs> わざわざこっちまで下げてさくしゃみしようって思ってもだ出ないんだけどどうしよう垣根 <laughs> のくしゃみの仕方が癖がありすぎてやばいんですよ。 れなのくしゃみの仕方ががんか「うん」みたいな「ん <coughs>」って感じなの「ん <coughs>」みたいなくしゃみをするのでさせきかと思うじゃんでせきかと思ってさなんかコ,ココハが「かきれな」なんか「<coughs> とかつきかと思うから「え大丈夫?」みたいなココハがいつも言ってんのね「え大丈夫?」みたいなうちも言うの「え大丈夫?」みたいな「<laughs> 大丈夫?」って聞くとかきれながいつも「いやくしゃみ」っていうの。 めっちゃ咳みたいなくしゃみをするのね「ん」<coughs>「みたいな咳じゃんねえチョコエッグ食べたい「じゃんじゃんちゃん,ゃんちゃんちちゃんちゃんちちゃんちちゃん」「花粉症じゃないよ」と思う けん,ばんはさん咳だよねこれ咳じゃんねえ昨日仲間のオーダーメガ編をえなんかさあれメガホンもさ持ってる方が数人いてめっちゃでみんな楽しそうにやってて楽しそうだなーって思いながらうちもやってたえそうなの <嫌>だ <laughs> みたいなセックショミをする <laughs> えなんか昨日そういえばあの制服の目が終わってなんかうちが荷物がたくさんあったのでちょっともう片手が埋まってたのこうやってこっちに荷物持ちて こっちにお弁当持ちてみたいな荷物がでもレッスンシューズを持ってたねその時もうレッスンシューズも持てないぐらい手が回ってたのそしたらココハが「え持ってあげるよ」みたいな「えっヤサじゃんヤさじゃん」みたいな言ってで「えどこが何が?」みたいな <laughs> なんか言っててででまあ帰ってずっと持ってくれてんの本当にで なんか帰っっっててててる最中もずと持くれねででも荷物をね事務所に置くためにね一回事務所に帰ってその最中もずっと持ってくれてるのでもう事務所に着いたからえ「もういいよ」みたいな「持つよ」って言ってでも「いやいいよ持つ持つ」みたいないや結局その下駄箱みたいなレッスンシューズを入れる下駄箱みたいなところにまで入れてくれてもう劇場からうちが。 レッスンうちのレッスンシューズがロッカーに入るまでずっと持ってくれてたうまいでしょうまいじゃなくて優しいでしょ <laughs> こんばんはしょけんさんこんばんは元気ですイケメンだよねちょっとびっくりしたよえ赤抜けたほんとに ココハちゃん優しいよね優しいよねなんかマジで面白くてここはんか本当に面白いもっと配信だとあんまり面白いところを出さないんだけどなんかもっとその面白いところをもっと出してほしいみんなが思ってる以上にここは面白いと思うよ そあのメガホンを持ってすごい楽しそうに踊ってる方がいるんですよこういう感じで仲間だった時に十三期入ってもココみん可愛い本当にわかんないもしかしたらもういなくなってるかもしれないみんなハッタありがとうございます <laughs> 連忙してありがとうございますそう一応お姉さんなので。 コはんは面白い女ほんとにそうだよほんとにそうだよねえ13期いつぐらいに来るんだろうやだな緊張する怖いどうしようなんか <laughs> ちょっと出てるよわチャわチャ配信の時にちょっと出てるよコはんの新しい子入ってきたもう、えー、嬉しいほんとに嬉しい嬉しいありがとう 国民の未来は明るい話でえありがとうよかったいい話じゃん「浩海の未来は明るい話でいっぱい飲んじゃってよかった」「ありがとうございますリンボススでありがとうございます」リンボス「昨日はあの前回よりもちょっと表情も意識してできた」 でも始まる前でも本当に緊張するガチたんしの何掛けですごいねありがとうございますありがとうございます秋に来る早くないこんばんは受験さん初めましてこっちゃんも今日十三期を気にしてた本当に コカハめっちゃさ、大笑いしてないたまに MC で。ありがとう、お菓子。いいな、豚汁。いいね。え、その、本当に、そろそろね、表情をね、表情を出そうって思ってリハーサルとかめっちゃできてたのに、 やっぱり緊張しちゃうけど本番になるとそうでもやっぱみんなが楽しそうに見てくれてるとこっちもね気持ちもどんどん楽しくなるから見ててわかるありがとうございますえだよねだまあど,どっちもさど,どっちもどっちもだよね パフォーマンスやるためそうてますあの本当にアイドルが好きでなんか日の YouTuber 誰フォローしてるみたいな話になってなんかもう全然フォローしてる人が全く違くてお互いそうでも国こはもうすごいアイドル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 フォロー欄が。 早着替えは本当に万華鏡 MC 終わりからのジェラシーまでのあの早着替えマジやばいですもう <laughs> って感じで着替えてもう急いでもうあれめっちゃギリギリどっちかというと本当にですえ本当にメイクうまくなった 嬉しいココミンは2人です2人姉妹うんあのみんながね楽しそうに見てるとねこっちもね違うのですいません 本当にみんなが楽しそうに見てるとねこっちもめっちゃ楽しくなるからでもこっちも楽しそうに見せたらみんなも楽しくなるし楽しくても楽しそうにするの苦手頑張ろう楽しくしますじゃこんばんはしゅけんさん腕を伸ばす工夫ねしないとね昨日リハーサルで足をくじいて あの本番どうしようと思ってたんだけどなんとか乗り越えたそのリハーサルの映像が面白すぎて足くじいてんのになんかそれが音ハメみたいにうまくあのなんかごまかせおまかご,まかごまかせてはなかったけどなんかうまく音ハメで足がくじけててなんか面白くて告白を笑ってて見てたんだけどそれも大丈夫ですってさに。 そう大丈夫かなって思ったけど大丈夫でした <laughs> うん本当にみんなが楽しそうにね MC で笑ってくれてたりとか本当に早着替えは本当にプロですお姉ちゃんです にまにましちゃうなんかさすごいさ今おしめ見てすごい幸せそうなんだなって人もいるしなんか公演を全体で見てめっちゃ楽しんでる人もいるしなんかそれぞれ理由があって止めそうだなって思う見ててお菓子ありがとうございます笑顔の交換しましょうたくさん本当に大事にねリハーサルをねリハーサルでくじけちゃったら本当に 本番それで出れなくなっちゃったら意味もないし気をつけよう本当に気をつけましょう気をつけてでもなっちゃうんだけどさ怪我とかってハートありがとうございますちゃんと歯を見せてもらうようにしてます見ますよ歯の見ながら笑ってる人見るとやっぱり嬉しくなるから か昨日さ MC でめっちゃ笑ってる人がいてパッて目に入ったんだけどもう大笑いみたいな人がいてその楽しそうにめっちゃ笑顔ありえないくらいで MC で笑ってる人がいてすごい笑ってるなって思って笑いが映って一瞬めっちゃ笑っちゃったんだけどだからほんと笑顔って映るよね。笑顔って映るよね 決まって激増のお客さんのマスク率え四十とかかもしれない握手会員から出てくる人だよねだって最高の時間だもんね可愛い,い好きになってありがとうございます嬉しい本当に本当にそうちょっとね無理のしすぎも良くないし。 え本当にそうなのオープニングの4曲マジでやばいあのもう足ちぎれる波にやばい制服の目で結構来るえ試合はあるんだよね実は刃があってえモもミでも笑ってた嬉しい 入ってきてきほしいよね、そんなのもうみんなにあそうなんだおやすみ気をつけてっていうかあの無理しないで無理しないでほんとに寝てもいいよ配信を閉じて無理しないようにかわいいと思ったらフォローしてくださいお願いします宣伝もありがとうございます 足首がちぎれるくらいきついんですよ最初の四曲笑顔で見てほしいですねぜひこんばんはおつにじ本当に体力がつくだけでも全然違くて全然違います 本当に腰が痛くてハートありがとうございます今日今今でも痛いんだけど結構ね腰が痛くなります制服の目はピノキオあたり結構きついもんね腰ありがとうお菓子キャンディーありがとうございますインドネシア語ができないなハローマイネミイズココミ伊藤 I like 寿司はとありがとうございます I like 寿司 I don't like スタディありがとうございますだるま <laughs> 赤のありがとうございますそう公園はね立ちっぱだから あとヒールもあってやっぱりヒール慣りもしていかないとなって思ってそう楽園の階段も結構ここのタタタタタンタタタタタタンタタタタも結構ね腰がくるお寿司大好きでもヤンニョムチキン大好き I like ヤンニョムチキンお寿司大好きです コミ糸、えと <laughs>、ドントライクスタディです。ええー、そうなの。気をつけなきゃ。星ありがとうございます。なんか筋肉痛は来なくて全然。筋肉痛は全然来ないんだけど。なんか腰が痛いって感じ。首とか。星ありがとうございます。え首は多分ジェラシーの、ここ。ここで来てる。ここあるじゃん。えっと、なんだっけ、歌詞。 あ、何度けしてもの時お寿司何皿ぐらい食べるかえマジで13ぐらい食べちゃうやばくない英語ね意外とスピーチしてたのでえねミキさんほんとにすごいあ同じ名字ですミキさんと伊藤でえ制服の目ほんとにしんどいです ぐぐららいいいよりしんどいぐらい最初の4曲はやっぱりなんかその場で踊るのと立ち位置入って移動も含める踊りって全然違くてあの違うんですよなんかその場で踊る時ってあるじゃんただその場で最初の4曲通すとかあるじゃんその時って全然疲れないんだけど立ち位置入ったり立ち位置入ったり移動も含めてやると本当に。 倍疲れがくるお気に入りのヤンニョムチキン甘辛早着替えはね結構やばいやばくないこの前お姉ちゃんとおせち行ったんだけどそのぐらい食べた一は多分余裕で食べる10皿は。 こんばんばは <laughs> みきさんはなんか事務所で自主練習してることが多いんですけどみきさんがで大体結構会うことが多くて挨拶します結構 <laughs> こんばんはそう腰がね結構しんどくて日本の雰囲気はどうですかえどううだろう え、何だろうね日本の雰囲気ハッピー楽しいエンジョイエンジョイえストレッチやばいよやんなきゃあだら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 タンタタンタタ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 タ マジでみんなえやばくないうちお見合いからまずかわいいねありがとうございますお寿司マグロ大好き反省会やります <laughs> まあ二ゃったらいいじゃんいいじゃんえサ最ドメニュー食べる ポテトとか絶対食べる。なんならデザートでも食べる <laughs>。ケーキも食べます。10ぐらい食べた後にまたケーキ食べたりサイドメニューも食べるから結構食べますよ。あ、プリンわかる。おいしいよね。わかるよ。若い証拠なのかなみじん食べても太りますよ。太るよ。 やっぱ食べるると太るよお寿司高いよねわかるありがとう報告時間のケーキーは別バラそうわかる茶虫食べる食べるよまさ、ね、え結構食べます本当にマジで大食いプラス早食いぐらい食べる夜ご飯とか 10分もないぐらいで終わってるもんデザート別腹はじめまして15です15歳です中3ですもうすぐ高校生になりますねなんかさ研究生全員で焼肉行きたいあれこれあれだっけゲネプロの時に話した MC だっけなんか研究生 みんなで何したいって話で焼肉に行きたいですってご飯みんなで食べたいって話したんですよファミマいいよねわかる。わかりますよ。食べるの早いよ。夜ご飯八分、九分とかフわで終わっちゃう。ありがとうおフフ で気をつけてることえー、なんだろう同棲とかを間違えないようにっていうのはめっちゃ思う間違えちゃうとさ全員がずれちゃうじゃんでそれでなんかわかるわかるなんかさ同棲は結構大事だなって思うみんながずれちゃうから えない当たったことくら寿司のガチャポンねもうすぐもう高校生になるけどやだなやだにゃーやだな <laughs> 焼肉ライクいいよね言ってよありがとうにじにじありがとうございますにじギフトそうえ誰だろう 焼肉銅線はね本当に怪我の恐れがあります間違えちゃうとや振りも大事だけど表情も大事だし何か全部大事ありがとうお菓子報告もありがとうございます時間のやだにゃやだにゃやばくないそう頭も使うねね待って顎がかく癖ってこれか これかえ、同期でご飯とかさ人数が多くてさやばくない30皿えきつおつにいじ楽しかったですよかったです今日の公演か昨日 今日かえどっちだろういいかチームいい公演は楽しいわかるよだって目の前でさあんなにさ楽しそうにさ踊ってくれてさ見てても楽しいもんねお菓子ありがとうございますお菓子じゃないリンボースターありがとうございますありがとう大好きありがとうございます 何食べるお寿司がいいお寿司おつにいじえここも頭よくないんだよね地頭がいいだけですえうちマジ食べるよね <laughs> 今日はそのパジャマだと熱くないよちょうどいいぐらいでも今日なんかダンスの練習してたんだけど家で狭い鏡の前で 本当にこれぐらいしかスペースがないぐらいに狭いところで1人で踊ってたんだけど暑くて途中で扇風機をあの何て言うの扇風機じゃないドライヤーを風で通すって分かるこうやって風でこうやって通すの扇風機を暑いから扇風機じゃないドライヤーの風を入れるの冷風を。 え分かる頭良さそうな雰囲気あるからさあの前の学校でも言われたなんか頭良さそうな雰囲気あるありがとう猫 <laughs> えそうなんか結構ね各自で言ってるって感じなんて言うんだろう数人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 ,数人みたいな感じで分かれて行ってる感じかな。 そう最初の4曲は本当に全力ダンスなんかさ何の曲だっけ仲間の歌,歌,歌かなダウとか分かんないけどなんかさうちの髪の毛さこういうもうバーってかかってる状態でなんか海からさ出てきた人みたいなぐらいの髪の毛のかかり状態でもうこういう感じでなんかちょうど取られてるところがあって <laughs> 見て笑ったもん髪の毛のボサボサにありがとう お菓子。腰が痛い。もう座ってるだけで痛いんだよね。お医ありがとうございます。そう。嫌だにゃん。はい、やらそう。じゃあ、みんな使ってみてね。嫌だにゃん。ありがとう。あ、五十五分。ありがとうございます。そう、髪飾りに引っか,かかっちゃうの。本当にそう。ここにつけてるんですけど。 つけるメイクさんもすごいさ早くてすごいなって思う詩人やばい一発目のえあの先輩の髪の毛の使い方がうますぎてちょっとマジで見習いたいそれは本当に「こんばんは56分読もうかな壇上を」 読みますね。13位は、パンダの方。ありがとうございます。赤白持った方。12位は、SK48 のくまの方。ありがとうございます。11位は、ルカさんのアバターのくまの方。ピンクのありがとうございます。え、すごい。熊続きさん。さんじゃん。熊続きさん。10位は、ムの方。ありがとうございます。9位は、 ケロッピの方ありがとうございます8位は土偶の方ありがとうございます7位はクロミさんの方んクロミさんが前メロを抱いてるありがとうございます6位はセーラー服の眼鏡をかけた方ありがとうございますありがとうございます 5位はシナモンありがとうございますありがとうございます4位は石塚さんのアバターの方ありがとうございます3位は歌舞伎の方ありがとうございますありがとうございます歌舞伎の方2位は杏さんの登りを持った男の子の方ありがとうございますあっ1位はにじにじのアバターの方ありがとうございます に見えるありがとうございますありがと,うございますと今日来てくれた方もコメント来てくれた方もコメントしてくれた方も来てくれた方もギフトたくさん送ってくれた方もありがとうございますありがとうございます。 お,つにじおはんちゃんやだにゃありがとうございます。前髪97あっ読むねじゃあ8 警察官ありがとうございます。ありがとうございます警察官の方。ありがとうございます。過去最高です。 女神なんか今日めっちゃよくない。ありがとうございます。誰ももありがとうございます。ありがとうございます。ブログ。明日。ぜひ。読んでください。おやすみ。お疲れ。ありがとう。 休みなさい。いい夢見ます。ありがとう。 ありがとう。